さあ、それではお待たせいたしました。今シーズン制しました中村桃花選手に登場していただきましょう。ではどうぞ。すごい声援ですが、今のお気持ちいかがですか？ほっとしました。はい、じゃあ後ほどまた詳しくちょっとお聞きしたいと思います。それではただいまより G3 オールレディース第29回瀬戸の城決定戦、優勝いたしました中村桃花選手の表彰式を行わせていただきます。まずは小切手の授与でございます。プレゼンターは競争執行委員長の吉間薫でございます。ではよろしくお願いいたします。では八島競争執行委員長から優勝賞金100万円の小切手でございます。おめでとうございます。ありがとうございました。大丈夫ですかね。またこの後プレス撮影の時間を設けさせていただきます。続きまして、一般社団法人日本モーターボート競争会会長賞が一般社団法人日本モーターボート競争会理事林正彦より贈られます。では中村選手にとっては初めての深紅の優勝旗を手にすることになりますね。はい、優勝旗の授与でございます。おめでとうございます。では林理事、ありがとうございました。続きまして、関西スポーツ新聞5社賞が報知新聞大阪本社ビジネス局広告部部長辻木忠様より贈られます。まずは賞状が贈られます。おめでとうございます。で続きまして、優勝カップが贈られます。本当におめでとうございました。辻木様、ありがとうございました。では続きまして、花束の贈呈です。プレゼンターは今日この会場を盛り上げていただきました中村博樹さんでございます。皆さん大きな拍手でお迎えください。中村さんどうぞ。中村博樹さんから中村桃花選手、中村さんから中村さんへの花束の贈呈でございます。おめでとうございます。はい、大丈夫でしょうかね。はい、中村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上で、表彰式終了させていただきます。これから、プレス撮影を送らせていただきます。少々準備いたします。お待ちください。はい、で、プレス撮影を行いました。これを皆様方にまた写真撮影の時間を設けさせていただきますので、もうしばらくちょっとお待ちいただきたいと思います。委員から押し切って今年3回目の優勝の中村桃花選手、 G3 オールディス初制覇でございます。今年3回目の優勝ということでございまして、その中村選手、委員から押し切って人気で応えました。通算4回目の優勝でございました。プレス撮影が終わりました。また皆様方に、写真撮影の時間を、取らせていただきます。もうしばらくお待ちいただきたいと思います。大丈夫でしょうか。すみませんが、中村さん前にちょっと、はい、ちょっと行っていただきまして、はい、皆様方にちょっとポーズを取っていただけますでしょうかね。はい、ぜひともですね、写真撮っていただきたいと思います。笑顔の素敵な中村選手でございますが、はい、今年もうすでに3回の優勝ということで、次走は大村のクイーンズクライマックスに出場という、こちらの活躍もちょっとご期待いただきたいと思います。はい、そろそろ大丈夫でしょうかね。はい、そろそろ時間とさせていただく。はい、じゃあすいませんが、ありがとうございました。じゃあ中村選手もご協力ありがとうございました。さあ、改めてご紹介いたしましょう。 G3 オールレディース第29回瀬戸の城決定戦、見事優勝いたしました中村桃花選手でございます。皆さん大きな拍手でお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。今一度今のお気持ちいかがですか？ほっとしました。やっぱそうですか。はい、はい、その優勝戦を振り返ってみたいと思います。3対3の枠なりでございました。はい、中村選手コンマ08あたりのスタートだったんですが、はい、全速でいけましたか？いや、ちょっと一瞬アジャストしました。そうですか。はい、そのスタートなんですが、寺田千恵選手がフライング一本持ちながら04の踏み込みを見せました。1マークにかけては外の選手気になりましたか？いや、全然見えなくて、はいはい、もう自分も単マークとをしっかり回ろうって考えてました。はい、その1マークなんですが、ご自身のターンはできましたか？そうですね、はい、まあ、私のターンって言ったら流れるんですけど、はいはい、まあ、流れてましたね。まあ、やっぱりスピードつけてですからね。はいはい、まあ、その一周バックでは森谷選手や寺田選手が迫ってきました。ね、お気持ちいかがだったですか？はあ、また刺されたと思います。そうですか。しかし
2マークにかけてはそんなに伸び返されることはなかったですかね。そうですね、はい、あの足がすごい今日は良かったと思うので、はいはい、しっかり進んでくれてたなと思います。はい、その船足なんですが、今節は初日からチルトを0度にセッティングされてました。はい、ずっと0度ということはある時点で船足の手応えはあったんですか。そうですね、あのもらった時から0だったので、はいはい、もうそのまま0でいてました。はい、ただ昨日気温が上がったこともあってちょっと調整がどうかなというようなお話もありました。そうですね、あの、はい、やっぱり気温が上がるとちょっと回り足とかはちょっと弱めだったかなとは思います。ただ今日は冷え込みました。はい、今日の船足はいかがでしたか。今日は良かったと思います。良かったですか。はい、ということは船足的には問題なかったと。なかったと思います。ということは優勝戦に向けてはそんなに不安要素はなかったですか。そうですね、もうスタートも ある程度分かってたので、はいはい、もうあとは本当に自分との戦いだなと思ってました。その自分の戦いに打ち勝ったわけですね。そうですね、はいはい、あの意外にもこれが G3 のオールレディースは初制覇なんですよね。はい、そうです。はい、まあ、やはり気持ち的にもやはりちょっと嬉しいですかね。嬉しいです。ですよね、はいはい、その中村選手といえばもう今年2017年、まあ、初めて G1 にも出ました。そして SG のオールスターにも出ました。はい、そして通算4回目の優勝なんです。そのうち3回が今年です。はい、まだこの後大村控えておりますが、今年ここまで振り返って中村選手自身のリズムいかがですか。そうですね、夏場はちょっと本当に苦しかったんですけど、はい、ここ最近は本当にいい演技も引かせてもらって、はい、すごい自分のレベルアップができてるかなって思います。はい、まあ、次の大村残念ながらシリーズ回りとはなりますけれども、はい、ただ先月の下関のレディースチャレンジカップでは、はい、それに出場できるだけの活躍はされてましたよね。位置につけていらっしゃいましたよね。はいはい、ということはやはり、まあ、ちょっと話は早いんですけども、来年やはりティアラは目指したいですよね。そうですね、はい、もちろん、はい、ですよね。はい、まあ、先ほども言いましたが、今年は G1 そして SG での舞台も経験しました。まあ、それだけに課題もあったと思います。はい、その課題っていうのは今のですか。はい、今の課題はやっぱりスローですかね。陰線とか特に、うん、あの基本旋回が下手くそなので、はいはい、どうしても流れてしまうので、そこが本当に課題です。そうですか。しかしファンの皆様の多くはやはり時代のボートレーサーをボートレース界を担う女子レーサーの一人として期待してますんで、はい、はい、あの次節は大村でございます。はい、シリーズもありとはなりますが、どうでしょう、大村のイメージはいかがですか。それがあんまり走ったことなくて、はい、結構前なんですけど、はいはい、なんであんまりスタートがしにくいイメージだけはあるんですけど、はい、他のイメージは全くないです。そうですか。はい、しかしここに来てまたリズムはいいですから、そのリズムを持って、はい、次の大村に臨みたいですよね。そうですね、はいはい、ちなみに次走の大村での目標は。もちろん優勝を目指して頑張ります。はい、ということで力強い言葉をいただきました。では最後にですね、ファンの皆さんにもう一言メッセージいただけますでしょうか。 はい、こんなにたくさん残っていただきありがとうございます。もっともっと練習してもっともっと活躍できるように一層一層集中して走ります。これからも応援よろしくお願いします。はい、ということで見事優勝いたしました中村桃子選手にお話を伺いました。本当におめでとうございました。ありがとうございました。じゃあすいません、中村選手、ちょっと、ご協力いただきまして、こちらのガークのぬいぐるみはですね、皆様方に3個しかないんですが、皆様ちょっとしやったり奪い合ったりしないでください。はい、まあ、あれですね、もうですね、はい、お願いしますね。はい、大丈夫ですかね。はい、ということで以上をもちまして中村桃子選手の表彰式終了いたします。皆様大きな拍手でお送りください。中村選手でございました。おめでとうございました。